現金を積んだトラックの車列がメキシコのカルテルのボスたちの元に向かってるそうよ。率いているのはおそらくエル・ボキータ。トラックを止めて破壊して、可能ならボキータも始末して。男なら誰でも弱点があるって言うけど、エルボ聞いたのは愛情ね。密輸を始めたのはなんと6歳の時。エルボ聞いたの父親は息子にアカプルコゴールドをくくりつけ、国境を越えさせて、それをバカシオンファミリアレス、家族旅行と呼んだ。ボキータは13歳でトラピチアドール、密輸のプロになっていた。タバコやアルコール、ブランド物、石油、野生動物に武器、もちろん人間も。ウランのイエローケーキ 500g を密輸したこともある。需要があればエルボキータは何でも密輸した。でも彼にとって重要なのは金じゃなくスリルだった。ニディアに出会うまではね。ニディア・フロレスは彼の才能を見出し右腕にした。ニディアが頭脳、ボキータが筋力。彼は初めてニディアを見た瞬間に夢中になった。彼女は全くそんな気なかったけど、ある夜酔って彼を受け入れた。そして9ヶ月後には2人の間に娘が生まれた。バレリア。男なら誰でも弱点があるって言うけど、エルボ聞いたのはこれで2つになった。あれが情報屋だな。話を聞いてみよう。ボーマンからお前のことを聞いた。報酬は2倍もらうぞ。自分で言え。協力してくれるなら俺からも言おう。よし、状況はこうだ。エルボキータは大金をメキシコのボスに届けなきゃならない。で、奴は今晩大規模な輸送を行うことになってる。規模は？現金を積んだ装甲トラックが数台、武装車両6台、ヘリも何台か出すらしい。かなり本気だな。どこを通る？ああな、エルボキータは用心深い。やつと運転手しか知らないよ。なんだ、場所はわからないのか。じゃあボキータの居場所ならどうだ。やつはコアニにいて輸送車の通過を見届けるはずだ。つければ金のありかまで案内してくれるぞ。よし、エルボキータを見つけるぞ。金を確認するまで手を出すなよ。任せろ、俺が操縦する。バック係に乗り物を頼んだ。戦闘用車両を用意したぞ。Ninguna novedad hasta ahora. Mantengan la búsqueda. Perdimos contacto. こっちは大丈夫だ。Salgan del servicio.行こう。ターゲットエリアに接近。エルボキータを警戒してるだろうから慎重にな。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。敵を捕捉。民間人の地区。ボーマン、エルボキータを発見した。尾行する。了解。盗聴してるから、やつが金や輸送ルートについて話し始めれば聞こえるわ。よし、乗ったぞ。
分かったわ。金さえ受け取れば奴らは満足する。やり方は何でもいい。言いかれてることに変わりはない。もっとマシな手があった。これしか手はないわ。他を試す時間もない。やり遂げられるのはあなただけよ。なあ、お世辞だって分かってるが悪くない。なあ、ちょっとあの子と話させてくれ。パパ、帰ってくるの？ちょっとお出かけするだけさ。すぐ帰るよ。ママの言うことをちゃんと聞くんだぞ。子犬飼ってもいい？茶色か黄色のちっちゃくて可愛い子。ああ、帰ったら何でも好きなものを買ってあげる。愛してるよ。うん、じゃあね。バイバイ。を発見した。少なくとも大型車両3、ヘリ1。メキシコに向かう現金輸送車を止めて。それと同じくらい重要なのはエルボキータを排除すること。ヤツを消せばスエーニョとニディアの絆は崩壊する。了解。反乱軍に増援を要請した。ヘリが近づいてる。危ないところだった。気をつけろ。ユニダットの巡回兵が近づいてる。ターゲットを始末した。繰り返す。エルボキータは死亡。ボーマン、こちらノマド。現金輸送車は破壊。エルボキータも始末した。素晴らしいわ。ビューティークイーンは完全におしまいね。逃げるにしてもスエーニョに許しを乞うにしても彼女は姿を見せる。そこを確保するわよ。女王はしくじった。その損失額は170億ドル以上にも及ぶ。ニディアは危険を感じていた。さらなる時間を、責任を押し付ける相手を、生贄を必要としていた。本当にごめんね。あなたに贈り物よ。だがそれでは足りない。しくじったな女王。私はチャンスを与えた。彼女は愛してたからだ。だがボリビアでは愛があっても遠くへは行けない。ノマド、私たちのおかげでビューティークイーンの密輸事
はめちゃくちゃになった。彼女は死んだも同然ね。ついには暗殺部隊を送り込んでミリアと娘のバレリアを手付けよ。ビューティークイーンの居場所は？娘と一緒に閉じこもってる。私たちの望み通りね。彼女と娘のバレリアを助け出してやれば知ってることをみんな吐いてくれるはず。すぐに向かう。ノマドアウト。よし、ヘリを用意した。